ノアセガンはアメリカ合衆国の俳優である。1983年ニューヨーク市ブルックリンに生まれる。祖父は写真家として有名だったアーサー・ロス・シュタインで、おじはミュージシャンのロブストーナー。子供の頃にロサンゼルスへ移り住み、1991年にテレビドラマラビングで俳優デビュー。その後もコンスタントにテレビドラマへの出演が続き、 2004年に低予算映画マイロン S ムービーで映画デビューも果たす。それからは映画のジャンルにおいてもコンスタントに出演が続いており、2008年に出演したホラー映画デッドガールではシャイル・フェルナンデス、キャンディス・はッコララと共演。廃病院に監禁された女ゾンビをめぐり徐々に狂気じみていく不良高校生を講演した。同年、 菊クチリンコが出演した、ブラザーズ・ブルームへも顔を見せている。近年では、ブルース・ウィリス、ジョセフ・ゴードン・レビット主演の、近未来 SF 映画、ルーパー、ルーパーなどの話題作へも出演するなど、順調にキャリアを築いている。ノア・セガン・バイオグラフィー、imdb.com。2014年7月15日閲覧。ありがとうございます。